霊儀常徳は、唐の歴史家。二十四史の一つ、宗書の主編者として知られる。本願は、遁光郡伊佐国県。一族は早くによろし州河原県に移り住んでいたので、河原の人とも言う。祖父の霊儀常姓は、北州の大将軍に、父の霊儀常広氏は、隋の河炉将教の位についていた。徳は、隋の大末年に、文上令とされたが、 随末の戦乱を避けて職に就かなかった。李信通が太平軍によって総監を辞称すると、徳はその下で、貴室参軍を務めた。李縁が長安に入ると、徳は大上昇不貴室に任じられた。618年、唐が建国されると、徳は、貴阜ドネリに転じ高素李縁の側近に仕えた。622年、秘書進むに転じ 陳宿たちらと共に、芸文類樹の編纂にあたった。南朝寮、陳、北西、北州、隋の生死の修定を創生して認められ、陳宿たち、県らと共に、北州の歴史書を編纂するよう命じられた。629年、大宗理政民から、徳と、新踏み本に、修呈編纂を重ねて命じられた。632年、徳は、霊部次郎、 研修国士となり、法明剣男の爵位を受けた。636年、宗書完成の放浪を受けた。637年、心霊完成の功績により、死者に進んだ。また、上岸氏族氏の返産を完成させた。641年、大衆右書士となった。643年、皇太子李症犬が廃位されると、徳は連座して、 官謝を剥奪された。644年、宮城修士として再起したが、公の事件のために罪に問われて面刊された。間もなく、大層から、新女返産の命が下り、暴言令の推薦により徳は、返産事業に参加した。新女が完成すると、徳は、秘書召喚に任じられた。650年、高想から、律令の返産を命じられ、 再び霊部次郎となり、公文館学士を兼ねた。間もなく、公文館学士を兼ねたまま、大状京に転じた。653年、国子官採取に転じ、高市県館学士を兼ねた。構想実録30巻を編纂し、爵位は公に進んだ。662年、徳は、引退を許され、金紫公六大部の位を加えられた。六十六年、 家で死去した。去年は84。送り名は、県と言った。徳は二つの歴史的に意味のあることをした。その一つは、体操の即位を創生する書を募り、広文殿に四部の書を集めて軍書は24万巻となったという。もう一つは、歴史書の編纂で、はじめをさむ線の源の徳より始まるなりと評された。24支中で、徳、 が貢献したものは、両書、陳書、北西書、州書、随所、新書、南市、北市の八部で、人はただ散々するばかりであった。ありがとうございます。